私はミカ、26歳。私には4つ上の兄がいるのですが、兄は昔から人のものを勝手に取っていく人でした。私が社会人となってから自分のご褒美にと買っておいたハイブランドの化粧品が突然なくなり、兄に聞くと、え、ああ、あれなら彼女にプレゼントであげたよ。は？だって開けてもなかったし使わない予定だったんだろ。違うよ、高かったから特別な日に使おうと思ってたの。そうだったんだ。でももうあげちゃったから。勝手に人のものを部屋から取った挙句に誰かにあげることもありました。兄はそれから結婚し、私は実家、兄はお嫁さんと暮らすようになり、そんなこともなくなると安心していたのですが。ねえ、私の部屋に勝手に入った？ああ、漫画借りた。は？勝手に人の部屋に入らないでよ、昔から言ってるでしょ。別にいいじゃん、兄弟なんだし。漫画借りただけなんだから。それなら私がいる時に借りてって。わざわざ仕事中に借りていかないでよ。へえへえ。結婚して別居になっても以前と同様、私の部屋には勝手に入り物を借りていきました。これまでは小さいものだったからこそ許せていたのですが、ある日事件は起きたのです。それは私が出張から帰ってきた時のことでした。あれ、私クローゼットしっかり閉めてたよね。クローゼットの扉が少し開いていたことに違和感を感じた私は開けてみました。するとなんと私のエルメスのバッグがなかったのです。家にいた父に聞くと、兄が部屋に入っていくのを見たとのこと。私はすぐに兄に LINE しました。ちょっと、私のバッグ持って行ったでしょ。ああ、バレた。バレるわよ、お気に入りのバッグなのに。今度の連休に旅行に行くから、その間だけ借りるよ。どうせお前は仕事だろ。ちっちゃそうだけど軽かったし、嫁も喜んでるから。無理、返して。ケチケチすんなよ、おもちゃみたいなカバンだし大したもんでもないだろ。文句を言うなら自分でカバンを買えばいいでしょ。あれは私のなの。お前はほんと昔からケチだよな。傷をつけられたら嫌だから言ってるの。お前神経質すぎるんだよ。まあ連休終わったらちゃんと返すって。それまで借りるから。ちょっとお兄ちゃん。エルメスのバッグは私が毎日仕事を頑張って得たボーナスで買ったものでした。兄はそれから私の連絡を返してくれなかったので、私は直接兄の家へと突撃することにしました。家に行くと兄は一瞬驚いた顔を見せましたが、すぐに怪訝そうな顔に。なんだよ、わざわざ家にまで取り返しに来たのかよ。当たり前でしょ、早くさっさと返して。無理だよ、宿泊先にもう送ったから。はあ？無駄足だったな。最低、弁償してもらうから。ああいいよ、あれどうせ3000円そこらだろうし。あっそう、いいわ、弁償するって約束だから、証拠として録音させてもらうわ。バッグ一つにどんだけ必死なんだよ。お前そんなに金ないのか。いいぜ、何度でも言ってやるよ。俺はミカのカバンを弁償します。私はしっかりと兄の発言をスマホの録音機能で録音してやり、実家へと帰りました。兄はどうやらエルメスのバッグとは気づいてないようで、軽々しく弁償すると宣言しました。エルメスのグローブトロッターをおもちゃみたいなバッグだなんて笑えるわ。私は絶対に兄に仕返しをしてやろうと心に決めたのです。それから連休が終わり、兄は私が仕事に行っている間にカバンを部屋に置いていきました。私は隅々までカバンをチェック。すると案の定、カバンには傷がついていました。傷どころかカバンの底にはどうやったらそうなるのか泥汚れまでついていたのです。私はカバンを持って兄の家へと向かいました。その日は兄ではなくお嫁さんが出たので、私はお嫁さんにも話を聞いてもらおうと中に入れてもらいました。リビングにみんな集まったところで私は話し始めました。お兄ちゃん、カバンのことだけど、これ傷がついてる。え、そう？うん、傷がついたら弁償する約束だったよね。ああ、そんなこと言ってたっけ。そう、だから弁償してもらおうと思って。
ああ、そうだったな。いいぜ。じゃあ、30万ね。はあ、30万?お前、桁を間違えてんぞ。ゼロが2つ多いだろ。間違えてません。これ、エルメスのバッグなの。はあ?エルメス?そうよ。ちゃんと弁償してよね。いや、嘘を言うなよ。兄は信じられないという表情でしたが、そんなやりとりを聞いていたお嫁さんが口を開きました。さっきから聞いてりゃだろ、兄貴に言う言葉じゃないよな。これもらったって私には言ってなかった？友達がいらないからって。私には嘘をついてたわけ？最低。妹のものを許可もなく勝手に持ってきたのね。それは。兄が口をもごもごし始めたので、私はスマホに録音した音声を大音量で再生してやりました。バッグ一つにどんだけ必死なんだよ。お前そんなに金ないのか？いいぜ、何度でも言ってやるよ。俺はミカのカバンを弁償します。録音を聞いた兄のお嫁さんは顔を真っ赤にしていて、兄の顔は真っ青であわあわしていました。私は兄に向き直って言ってやりました。このバッグ人気だからもうないかもね。そしたら30万どころじゃないわよ。しっかりと迷惑料を払ってもらうから。お兄ちゃんは何度私のものを取ったかわからないから、しっかりここでけじめをつけとかなきゃ。はあ、そうそう、払ってくれないなら訴えるからね。はあ、俺とお前は兄弟だろうが、家族の揉め事なんて訴えても無駄だろ。お兄ちゃん、無知は罪って言葉知ってる？知ってるよ、そのくらい。兄弟は親子に近い間柄だけど直系ではないのよ。だから同居してなければ告訴して罪を償わせることができるの。なんでお前がそんなこと詳しいんだよ。家族に窃盗の常習犯がいるからね。前々から調べてたのよ。ああ、告訴されると逮捕もしくは起訴される可能性があるから注意してね。逮捕？告訴？さあ、どっちにするの？示談か告訴か、お兄ちゃんの態度次第だから。わかったよ。示談にするよ。兄はそう言うと、今度はお嫁さんに向かって頭を下げ始めました。ごめん。お金を。はあ？何言ってるの？あんたに払うお金なんかないから。妹の部屋に勝手に入るとかありえないから、気持ち悪い。私にも自分勝手な兄がいてね。ずっと苦しめられてきたトラウマが蘇るわ。もう無理。顔を見るのも嫌。そんな大げさな。妹のことでお前がそこまで怒ることないだろう。別にミカさんのためだけに怒ってるわけじゃないわよ。私に平気で嘘ついて、人から取ったものをプレゼントしてきて、挙句の果てには盗みがバレたから弁償するお金を出せですって。人間的に無理。あんたとは離婚。離婚よ。そんな、待ってくれよ。実家に帰るから、自分で蒔いた種は自分でどうにかしてちょうだい。そう言って、お嫁さんは荷物をまとめ始めました。兄はそんなお嫁さんをなだめていましたが、お嫁さんに気持ち悪がられる兄。じゃあ私もそんなに気長くないから、示談にするなら早くお金持ってきてね。私はそう言って兄の家を後にしました。数日後、兄はしっかりバッグの弁償代にお詫びとしていくらか上乗せしたお金を持ってきました。どうやら兄嫁には離婚を迫られているようです。私はそのお金で実家を出て一人暮らしを開始しました。もちろん住所は兄に知らせていません。その後、親から聞いた話によると、結局兄は離婚。どうやらその他にも、兄嫁に嘘をついていた前科があったようで。私は兄から盗みをされることもなくなり、今は本当に平和な毎日です。また仕事を頑張って、新しいカバンを買おうと思っています。無知って、本当に怖いですよね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。